あ、皆さんこんにちは。もう今はね、スマートフォンさえあれば、誰でもね、動画を撮影して、まあ YouTube とか、SNS に投稿することが簡単にできますよね。でもね、そういった時に結構いろんなトラブルが、起きますよね。今現在 YouTube でもいわゆるヘイトムービー、差別的な動画とかがね、YouTube から大量に削除されているというね、状況が起きております。まあ日本もね、その昔、インターネット黎明期の時には、もうインターネットはね、まあ利用者は、免許制、ライセンスを持ってないと使えないようにしようっていうことがね、一時期ね、ありました。でも実際はね、まあ誰でもインターネットを自由に使えるわけでしょ。ただ、世界は広いもので、ある国は、今後一切動画を投稿する際にはライセンスを持ってないとできないというふうにして決めた法律がもう昨日この前かな5月の28日に施行されました。今回はねそのお話をしたいと思います。これはギガ人の2018年5月29日に配信された記事で、ムービー公開には資格が必要という法律がケニアで施行、違反者には懲役刑の可能性もというタイトルの記事です。ケニア政府は一般大衆向けにムービーを公開する場合、ムービー制作者にライセンスを取得を義務付ける法律を、2018年5月28日に施行しましたということで、もうすでにもこの法律は生きてます。動いてます。で、この法律は、映画やいわゆるテレビ放送だけではなく、インターネットやソーシャルメディアに投稿されるものも含む、すべてのムービー、動画に適用されるということなんですね。なんかすごいですね。まあ、この法律はですね、ケニアの映像コンテンツや演劇などの審査を行う、まあ、ケニア映像等級審査機構、略して KFCB という団体があって、その主導により制定されたもので、ケニア国籍を持つ人が一般大衆向けに撮影したムービーを公開するには、まあ、ライセンスの取得を、義務付ける、発生するということなんですね。なんかすごいですよ。だから YouTube なんかに動画投稿する際も、はい、投稿する際には、ライセンスもらってねって、ライセンスをもらわないと、YouTube にも動画投稿できませんよということなんですよね。はい。その KFCB で CEO を務めるエゼキエル・ミューチュアという方は、まあ、この規制はインターネットソーシャルメディアで公開する目的で撮影されたムービー全てに適用されますというふうに話しており、まあ、一般大衆向けに撮影したムービーにはインターネットやソーシャルメディアも含まれるんで、必ずしもね、映画関係者、テレビ関係者だけに向けたものではありませんということなんですね。うん。で、この団体 KFCB は、すでに一般公開されているムービーから、順次ライセンス登録を行うとしていて、法律の施行日の2018年5月28日には、完了する予定ですということです。ただね、公開中のムービーが、その KFCB によって不適切な内容であると認められてしまうと、なんと、ムービー制作者に最大で1000ドル、日本円で約11万円以下の罰金と、ね、とですよ、5年以下の懲役刑が課せられるということなんですね。なんかすごいですね。動画を撮って、編集して、アップした、ライセンスを持っていないと、まあ、日本円で11万円と、5年以下の懲役刑が待ってますよ、ということなんですね。なんか怖いというか、すごいというか、もう画期的というかですね。はい。その KFCB は、法律の目的、なんでこういった法律を作ったのかというと、子供たちに有害なコンテンツを見せないようにするためということが目的なんですね。うん、なんとかわかるような気もしますね。ライセンスは重要なんだよというふうにして、まあ、強調しているようです。
ただね、これ、ケニアの国民の多くも、この法律、まあ、批判していると。なぜかというと、まあ、ケニア政府が国民を監視するために作っている法律ではないかということなんですね。うん、まあ、それ以外にも、まあ、その KFCB という団体がね、インターネット上に投稿されたムービー、すべてを監視することは、これ、技術的にも不可能だよね。難しいよね。というね、声も上がっているようです。まあ、いずれにしよう、まあ、世界初の、動画投稿ライセンス制ということなんで、このケニア政府が、どう今後、対応していくのか、ケニアの国民の皆さんは、これにどうね、立ち向かっていくのかということを、またね、記事があったらね、ご紹介したいと思います。まあ、同じように日本も、そういったね、ヘイトムービーが、バン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  YouTube 流っている。中にはそういったヘイト動画を受け負ってる業者もいる。そういう素材をね、使う写真とかの素材をね、売っている、無料素材を使っている、いろんなところに影響を受けるんですよね。その無料素材を提供する会社はヘイトムービーのために、ヘイトムービーを作るために素材を提供するわけではないと。そんな風にね、使われると本当会社としてはね、イメージダウンで、うん、同じようにあのランサーズ、クラウドワークスなんかの仕事を受けようサイトでも、そういったね、 YouTube で政治系動画作るよという発注者がいたわけでしょ。現在ね、クラウドワークスさんから、メールもらいました。ダンサーズさんから、メール来ましたらね、そのことも、ね、記事にして、まとめようかなというふうに思っているところでございます。まあ、本当いっそのこと、日本も大先生にすると、どうなるんだろうかなと思ったんですが、まあ、その前にね、まあ、モラル、さっき言ったケニアの政府の皆さんも一番、危惧しているのが、子供にとって良くない動画がいっぱいあるから、そこを規制するんですということ。そこなんですよね。いわゆるヘイト動画、ヘイトムービーにも、これ中学生とか小学生、に見てもらうと非常に大きな影響あるよねっていうのもあります。うん。そういった子供をね、守るために、まあ、ケニア政府、こういった大きな賭けというか、世界初の、動画、投稿ライセンス制を導入したので、まあ、今後の様子をね、ずっと見ていきたいと思います。はい、ということで今回はこの件で失礼します。